おにぎり作ってください。おにぎり、私のおにぎりの作り方はお茶碗とお茶碗を持ってきて、そこにちょっとお茶碗濡らすじゃん。でお米入れて、こうやってお茶碗を上下に合体させてってやってこうお団子つく、こうやってゴロ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 ってお団子作って、はい、私はこうやっておにぎりこうやって、なんかね熱いじゃんおにぎり、まあ、ちゃんと綺麗に私こう三角にキュッキュッできるんだけど、なんかね昔ねパパにねおにぎり作ってあげた時にまだね手がそんなにでかくはないけど、だからなんかこうやってゴン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 ってしてたってやって